はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。久しぶりですよ、久しぶりですよ。マクドナルドです。マクドナルドのダブルクォーターパウンダーチーズ、はい、今日も見事にはみ出してます。ありがとうございます。久しぶり、暑いね。久しぶりですね。いただきます。素晴らしい。素晴らしいです。肉の味が。いやー、肉の味するね。肉だね。いいっすね。しかしもうほんと暑いね。たまらんよこれは。ちょっと開けようっつってもこれ車の音がするかな。大丈夫か。外だったら気持ちいいんだけどね。さすがに道端でこれ撮影しながら太ってはげたねおじさんが立てたら通報されちゃうといけないですから。通報されちゃう可能性ありますからね。あー、これ聞けばよかったな。最近あマクドナルド何て言うんですか、配達を宅配をしてるじゃないですか。あれでつい、なんて言うんだろう、何百円以上は配達料金かかりますねとか、何百円までだったらプラス配達料金みたいな、なんかそういうのあるんですかね。あ、今日また塩味が効いてて最高っす。でナゲットもね、ナゲットも食べましたが、おカリッカリだ。カリッカリだよ今日のは。おいしいね。少々お時間いただいてもよろしいですかって、あのちょっとあの前にあの行っていただいたところのこうゼブラゾーン白のしましまのってね、そこでもう本当にちょっとでした。2分あるかないかぐらいね。すぐ持ってきてくれました。ちょっとでも美味しいのを僕に食べさせてくれようと思ってカリカリにしてくれたんですよきっと。ありがたいです。でも ちゃんと足し算をねしなかったもんだから、1000円超えてしまいました。これサイドメニューっていうかさ、なんすんの、セットで頼むときにポテトじゃなくてナゲットにできるんですか。これで同じ料金できます。
できるんだったらこっちの方がいいな。わかんないもんだから今日はもう先にセット頼む前にチキンナゲットの方お願いしたから、その後のセット、そしてポテトでよろしいですか。ですから目の前がマンションなんですけど、こんだけ近いとね、ほんといいっすね。コンビニもすごい近くにあるし、ちょっと夜中お腹減ったりね、あれどうしようかしらって思ったら楽ですよ。ほんと便利。いらないものがあったらリサイクルショップから買っちゃう。すぐ売りに行けますしね、買いにも行けるし、ここら辺は便利だ本当に。暮らしやすいでしょ。最後はサクサクのチキンナゲット、いや今までで一番美味しいなこれ。最高っす。美味しかったです。ごちそうさまでした。